Up YouTube fans, this is Zubi Masters returning to my Let's Play. Hey, Digimon Survive. この生き物は お前って呼ぶなよ。僕にはタクマって名前があるんだ。とにかく離れろって。タクマ？それが名前？よろしくタクマ。答えになってないって。いや、それより待っていたってどういうことだよ。 どうして？どうしてもなんでも、どうしてなのかな？それを聞きたいのはこっちだって。少なくとも僕はお前と違う。僕は人間だ。 まだ子供だけど。人間？もう子供。初めて見るの。なんだか変な感じ。たくまに会えて嬉しい。うん。たくま必要で、ここに来るのずーっと待ってた感じ。必要ってどういうことだ？
それ意味わかんないよいいかコロモンとか言ったなよーく聞けよ僕はもう子供じゃないぞ中学生なんだしな中学生って何それは大人ってことだたくま、さっき自分で子供って言ってたよそれは違くてとにかく子供じゃない子供じゃんほらほら、そうやってすぐの気になるところも うるさい、いいからこっち来るな振り切ったぞしかし一体何なんだあんな生き物見たことないしそれなのに不思議なもんだなそんなに怖くはなかったじゃないよな。こいつ、僕らを襲った岩のやつか。この距離では逃げ切れない。ずっとこっちから目をそらさないぞ。だけど見た感じ足は鈍そうだし。よし、ここは一気に。うわあ！また飛びかかってきた！こいつ まずい、また突進してくるつもりだ。僕なんて構わずにお前も逃げろよ。だって僕はタクマを守らなくちゃ。ダメかも。まずい。
やらせるもんか。せめてお前だけでも逃げろ。そんな、タクマを置いて逃げられないぞ。だから、それはお互い様だって。あ、そっか。絶対絶命のピンチなのに笑いが出るなんて余裕だよな。Thank you.
衣すごい戦いだったな。なんて無茶なことをするんだと思ったけど、まさかやっつけちゃうなんて。たくま違うよ。今の僕はアグモンだよ。アグモン？衣じゃないのか。うん、衣だったけど今はアグモン。よくわからないな。 でも、とにかくまずはお礼を言うよ。助けてくれてありがとうな。お礼を言いたいのは、助けてもらったのも僕の方だよ。危ないところで助けてくれたのも、この姿になれたのも全部、たくまのおかげだ。僕のおかげって何もしてないし。 なんだかわからないけど、たくまと一緒にいたら体の中からぐんぐん力が湧いてくる。たくま、ありがとうな。どういうことだよ。その姿になったことか。一体それってどうなってるんだ。さあ、そうだよな。お前に聞いた僕が間違ってたよ。 いや、今のは褒めてないからな。とにかく、こんな変な生き物を見たらみんな、びっくりするだろうな。みんな？そうだ、みんなを探さないと。みんな？みんなって誰だ？ああ、僕の仲間のことだよ。 色々あって、この近くの神社まで来ることになって、一度は全員集まったんだけど、土砂崩れに巻き込まれてみんなと剥れたんだ。そうだったのか。とにかく一度校舎に戻らないとな。でもこんな見知らぬ土地で森の中、霧で方向感覚もわかんないや。 霧の中には入るなよ、タクマ。そりゃ好き好んで入るわけないだろ。ただでさえここがどこかもわかんないのに、またあの変なのに襲われたらひとたまりもないしな。またあんなのに襲われる可能性あるのか。どうだろう、わからない。 なあ、アグモン、さっきの石の化け物って、あれお前の仲間なのか。仲間？冗談じゃない。あんな突然襲いかかってくるようなやつ、僕の仲間でも友達でもないぞ。いや、ダチとか連れとかそういう意味の仲間かって聞いたんじゃなくて。 あいつらみたいに子供を襲ったりなんてしない。いや、同じようなタイプの生き物なのかって意味で聞いたんだけど。ん？あいつら、ひょっとしてあの岩みたいなやつ以外にも化け物はいるのか。いっぱいいっぱいいるぞ。でかいやつ、硬いやつ、空を飛ぶやつ、 早いやつ、煙くじゃらないやつ、他にもいっぱい。か、ちょっと頭クラクラしてきた。
僕、頭を打ってどうかしてるのかな。どうした、タクマ。これからどうしようかなって。あの岩の化け物にまさか全員やられちゃったってわけでもないだろう。誰かまだこの近くに僕の仲間がいるかもしれない。化け物じゃないぞ。岩みたいなやつなら、そいつの名はゴツモン。それぞれ固有の名前があるんだな。とにかく僕はこれから校舎に戻ろうと思ってる。その道すがらにはぐれた仲間を探したい。アグモンも協力してくれるか。おお、僕はタフマと一緒だ。わかった。よし、じゃあ。ああ、今の悲鳴。うん、人間の悲鳴だと思う。あっちの方から聞こえた。あの声、多分ミノルの声じゃないか。神社の方だな。行ってみよう。おお。やばい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 。何なんだよあれ。なんで岩の化け物に追いかけられてんの俺。ミノルくん待って。私もう息が。葵さん。もう限界、走れない。そんなこと言ってもあいつらまだ追っかけてきてるかも。追いつかれたらヤバいんだよ。早く逃げなきゃ。葵さんも見たでしょ、あいつの突進食らったら怪我じゃ済まないって。でも私もう動けない。どこかに隠れて助けを待った方が。隠れるったって、神社の方にはあの岩の化け物がいるし、他のとこなんて。あ、ほこら、あそこなら隠れられるかも。ほら葵さん、早く行こう。するから葵さんは逃げて。ダメよミノルくん、危ないわ。相手が一匹なら なんとかなるかも。ヒーローになれ。ダメミノルくん。そこまでだ。この子たちに近づかないで。え？増えた！この狼藉者め、これ以上は俺が許さん。あなたのことは私が守ってあげる。お前たち、もう大丈夫。こんな数無理だ！
子なんだ、ミノル。今の声、間違いない、ミノルだ。一体どこにいるんだ。の気配があるぞ。さっきの岩のやつか。どのあたりだ。そこのずっと奥の方だ。あの祠の方だな。よし、急ごう、悪魔。待って、悪魔。骨門の気配が今度はたくさんある。なんだって。それでもミノルを放ってはおけない。行こう。分かった、タクマ。僕に任せて。こっち来るな。おい、あれ、ミノルが骨盤に襲われてる。どうする、タクマ。のピンチをほっとけるものか。まず石の塊みたいなやつだから、真正面からぶつかっても危険だ。うまくタイミングを見て。うわ、まずい、もう一匹現れた。せい。お前は大丈夫か、ミノル。あいつ、ミノルを助けたぞ。知ってる、悪いやつじゃないぞ。だから言っただろ、俺は敵ではないと。疑って悪かったよ。助けて。承知、ミノルが助けを望むなら全力で応えよう。あいつはどうやら味方らしいな。だからファルコモンは悪いやつじゃないって。でもご質問相手じゃ相性が悪いかも。タクマ、加勢していいか。そうだな、ミノルを放っておけない。助けよう。俺が手伝おう。ベビーフレッシュ。
ありがとう、助かったよ。こいつとばったり出会って驚いて逃げたところにさっきの岩みたいなのが襲いかかってきてさ。ゴツモンが狙ってて危険だと教えようとしたのに、ミノルは俺から逃げるし。いや悪い悪い、すごいもんだなミノルのやつ。この生き物ともう打ち解けてる。悪魔だって僕とすぐ仲良くなれたじゃん。すぐってわけじゃなかったよ。で、おい、タクマ、なんだそいつ。それを聞きたいのは僕の方もだって。だが、どうやら敵じゃない。敵じゃないぞ。さっきも見ただろ、僕たちを守ってくれたんだ。確かに何度もそう言ってるのだがな。とにかく今はこんな見知らぬ森の中で変な生き物に襲われてる状況なんだ。仲間が増えたのは心強いよ。この調子で葵さんたちや他の仲間も探してみよう。あ、ん？どうしたんだ、ミノル。いや、その。ごめん、俺葵さんとは一緒にいたんだけど、さっきはそのファルコモンに驚いて慌てて一目散に逃げ出しちゃって、葵さんを おい、葵さんを置いてったのか。無我夢中だったんだ、ごめん。まずいな。どっちの方向かわかるか。ゴツモン以外にも化け物はいるんだろ。多くはないが、いくつかいるのは感じるな。すぐに葵さんを探さなくちゃ。辺りにはいなさそうだし、別の場所に行ってみよう。行こう。タクマくん、ミノルくん。今の声は。よかった。どうやら探し人は見つかったようだな。よかったよかった。もうミノルくん、どこに行ってたのよ。勝手に行ったら心配するでしょ。わ、悪い悪い、ほんとごめん。今度はみっともない姿は見せないから。
ヒーローみたいに颯爽と駆けつけて解決するか。またそうやってふざけて、もう心配させないでちょうだい。ごめんで済むわけないでしょ。女の子を置き去りにして逃げるなんて絶対許さないんだから。なんだこの生き物。あらてか。いや、でもそんな雰囲気じゃ。待て、二人とも落ち着け。まあ、この子なら大丈夫、怖くないから。いや、今俺、お尻噛まれそうだったんだけど。そんな汚いお尻なんて噛みませんよ。さっき、怪物に襲われそうになった時にこのワンちゃんが守ってくれたの。葵は私が守りますからね。ワンちゃんって間違いなく化け物だよな。そもそも犬が喋るわけねえし。葵さん、なんでそれを疑問に思ってないんだ。安心して、ラブラモンもいいやつだよ。僕前から知ってる。うわっ、恐竜の赤ちゃん。僕アグマン。葵、よろしくね。そして俺がファルコモ。以後よろしく。よろしくお願いします。ねえ、あなたラブラモンって名前なの。そうだよ葵、これからもよろしくね。大変、あなた怪我をしてるわね。葵さん、はぐれてた間、何があったの。あの後、別の怪物が襲ってきたのをワンちゃん、いえ、ラブラモンが助けてくれたんだけど、そのせいでこの子、こんな大怪我しちゃったの。大丈夫大丈夫、こんな傷、大したことないから。もう、心配しすぎよ葵。ダメよ、ちゃんと手当てしないと。救急箱が必要ね。それだよな。やっぱ一度校舎に戻ろうぜ。今どこにいるかもよくわかんないけど。近くにあの神社があるってことは、歩いて帰れる距離なのは間違いないよ。とにかく日が暮れるまでにはどうにか戻ろう。なあ、本当にここってさっきまでいたとこか。地形が全然違う気がするんだけど。え、そうなのか。さっき通ってきたトンネルへの道がどこにも見当たらないんだ。それにそもそもキャンプ前に聞いてた地形とは違うぜ。まるで全然別の場所みたいな感じっていうか。それって大丈夫なの。まずいな。そうなると校舎までたどり着けるか怪しいぞ。なあ、もう、あと、ファルコも、お前たちはこの辺りのことわかるか。わかるよ。知っていることなら何でも答えよう。僕たち、校舎に戻りたいんだけど。わかんない。木でできた2階建ての建物で、人間が暮らすもので、見たことある。本当か。うん、木でできた大きい建物と広い空き地があった。豪邸か、間違いない。どこにあるんだ。どこだっけ。 おい、場所なら俺がわかる。
案内しよう。ありがとう。お願いするよ。お、やっと見えてきたぜ。ふむ、どうやらあれで間違いなかったようだな。うわーい、あともう少しだ。ラブラも、足の怪我は大丈夫？心配してくれてありがとう。大丈夫よ、アオイ。どうにかここまで戻ってこれたんだ。日が暮れる前に急いで行こう。それにしても、変ね。あ、どうしたの、アオイさん。ここまでの移動でスマホを何度か試してみたの。この辺り全てが通話可能エリアの外で、電話もネットも繋がらないわ。もう校舎の近くなのに。本当だ。 GPS やマップだけじゃなくコンパスのアプリもまともに動かないよ。こっちも同じだ。今はカメラくらいしか使えないか。それにさ、気づいたか？行きの時とは違ってあのトンネルを通らなかったよな。そういえばそうよね。 GPS が使えなかったから気づかなかったけど、別の道に入ったのかしら。だったら戻ってこれるのは変だって。それほど複雑な道じゃなかったのに、おかしくないか？ふむ、何か混乱があるようだが、この辺りにあれに似た建物は他にないぞ。早く行きたい。気にはなるけど、とりあえず戻れたんだしさ。とにかく今は校舎へ急ごう。日没までに帰ってこれた。ここがタクマたちの学校？いや、通ってる学校はここじゃないよ。僕らは課外学習の宿泊施設として使ってるだけだけど、学校は学校か。タクマ、学校ってなんだ？勉強だけじゃなくて、生き方とか人との付き合い方とか大事なことを身につけるところだと思う。誰もいないぞ。いや、いないどころか様子おかしくねえか。本当だ。なんでこんなボロボロに。もしかして俺たちが気絶してる間に群発地震のデカいのが来ちまったのか。ミノルも気絶してたのか。ああ、俺も葵さんもな。しかし、どうして一体何があったの。それを知りたいのは俺の方ですよ。どうなってんだこれ。ただでさえもうじき日が暮れるってのによ。夜の校舎すら普通に怖いのに、こんな廃墟じゃ。やめてよ、私まで怖くなっちゃう。落ち着けミノル、
俺がいるから大丈夫だ。そうよ、葵は私が守るわ。気絶してたのってどれくらいかな。僕は小一時間と気絶していなかったと思うけど。俺たちもそれくらいかな。スマホの時計で見る限り間違いないわね。日付も変わってないし、通信で時間が合わせられなくてもこれくらいで時間が狂うことはないはずよね。じゃあそのわずかな間に何かが起きたってことか。破壊兵器とか天変地異で朽ち果てたとか。じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かにこれは単に衝撃で破壊された感じじゃない。長い時間をかけて朽ちていったような。気にはなるけど、今はラブラモンの手当てができればそれでいいわよ。とにかく中へ入りましょう。中もボロボロだ。床とか抜けたりしないよな。ありえなくないな。気をつけて歩こう。え、どうしたの？ちょっと大丈夫？ラブラモン。痛むのか？しっかりしろ。まずは1階から探そう。
2階から声がしたけど、どこなんだ？ダクマ、こっち！ああ、間違いない。教室の中だ。行くぞ。来てんの？リョウ君の前に大きなイモムシ？なんだあいつは。アグモン知ってるか？知らない。でも怒っているようには見えないよ。あいつの名前は確かクネモンのはずだ。クネモン？とにかくアグモンも敵じゃないから、さあ落ち着いて。なんだよおめえ、下級生のくせに上級生呼び捨てかよ。この子タクマたちの仲間なのか？どうやら人間のようだし、そうなのだろうが。なんだか情けないわね。こんな時でもやっぱ嫌なやつのままで安心しましたよ、リョウ先輩。うるせえ。いいか、こいつだけじゃないんだぞ、この化け物は。幽霊もいたし、なんかすげえでっかい化け物もこの先に。この先ってどこら辺です？もしかしてこれってラップ音とか？どこから鳴っているんだろうな。あっちか、それとも。ふざけんなよてめえ、そんなことがあるわけ。リョウのやつ随分怯えているな。ビビりすぎて幻覚でも見てんじゃねえの？いや、確かにこの者が言うように、この建物内に怪しい気配が漂っている。マジで？そうね、嫌な匂いがするわ。一体何がいるんだろうな。なあタクマ、あっちの方写真を撮ってみようぜ。あっち？神社の時も何か変なもんが映ったし、もしかしたらここでも映るかもしれないじゃん。ちょっとミノル君、こんな時にふざけている場合じゃないでしょ。待って葵さん、何もわからない状況だから試してみようよ。もうタクマ君まで。わかったわ。こんな時にカメラかよ。のんきなもんだな。ちっ、勝手にしろ。何か映るかな。早く試してみようぜ。Well, that's it for this video. Hope you like it and stay tuned.